つらら。はい、毎度ゴシャスつららん和雑貨職人の小陳です。慣れてないこと極まりないな。はい、今回はね、バレエダンサーを書いてみます。ストレッチするバレエダンサーロシア人って書いてあるな。まあね、一応ね、チビキッタン公開するにはね、うるさいな。フリー画像じゃないとダメなのでね。はい、今回はね、和紙に、いつものように矢立てで描いていきます。ちょっと乾いてきてるので、こういう時は水をね、入れると、めっちゃ喋っとるな。復活します。はい、じゃあ描いていきます。よいしょ。結構ね、この黒木動画も、初めはね、僕も、なんちゅうか、完璧に自分のためだけの、動画にする予定やったんで、まあ、一応公開しよっかなっていう程度のもんやったんですけど、結構ね、これ楽しみにしてますとか言ってくださってね、お世辞かなんかわからんけど。めちゃくちゃ嬉しいんですよね。まあ、僕のこの練習動画でもね、なんか、皆さんの参考に、絵のね、練習の参考になるんやったら、それほど嬉しいことないし、毎日続けていこうかなと思ってます。めっちゃ雨降ってるな、今日。皆さんとこどうですか？今日はね、うちの地域はすごい豪雨ですね。それはそうと、関東の方でなんか、謎の爆発音がしたらしいですね。なんか、ツイッターとか見てるとさ、結構、その辺にお住まいの皆さんが、今の何？今の何？何の音？みたいな、ね。なんか、どうやら聞くところによると、火球が落ちてきたらしいですね。火球と隕石ってちょっと違うんかな、また。どうなんやろ。ちょっと詳しいこと知らないんですけどね。なんかそんなこともあんねんな。さ、ここまで書いたら、腕を描いていこうか。よいしょ。腕とこの肩のつき方、難しいですよね。結構慣れた人とかやとね、もう人体の、構造が頭に入ってるから、割とスイスイ描きはるんですけどね。僕はまだまだ。人体は難しいよ。なんかね、クロッキーの描き方って一応便宜上ね、僕動画のタイトルとかにもしてると思うんですけど、別にクロッキーに描き方はないので、自分の好きなように、設定時間も描き方も好きなようにしたらいいんだと思います。っていうか、絵にね、まず描き方ってないので、一応僕、検索してもらいやすいように、見つけてもらいやすいように、何々の描き方ってね、おこがましくも言わしてもらってるんですけど、全然そんなん気にせずに自分の好きなように書いてくださいね。だって絵って唯一ね、別に人の意見気にせずに書けるもんやからね、楽しく書いたもん勝ちやと思っておりますよ、私は。最近の悩みね、このやっぱカメラがどうしても真上に来るじゃないですか。野外動画のね、撮影の時もそうなんやけど、絵ってやっぱりその絵の画面と、自分とがこう、なんて言うんかな。対面でしょ、普通は。で、覗き込んで描いたりせんと細かいとこって描けないので、どうしてもそうなるとね、カメラが邪魔になって、ちょっと離れたところからね、僕描いてるんですね、こういうクロッキーとか、いつものお絵描き動画。そうなるとね、うまく描けないんですよね、これ。なんか、うまく描けない言い訳みたいになってますけど、ほんまこれね、絵の配信されてる方多分同じ悩みやと思うんですけど、こう、覗き込んで描いたら僕の頭見えんねん、こうやって。だからほんまに、自分の、描きやすいように撮影しよう思ったら、あれよ。デコに CCD つけるしかないよね。で、デコっていうか。まあ、デコじゃなくてもええんやけど、そのなんか、ね。自分の頭か、いや、頭しかないかでも。
花とかにつけられへんもんな。こう服着てると、体のライン見えなくなるので、前も言ったけど何回も言ってますけど、中を透かして見るようにしてくださいね。頭の中でですよ。変態おじさんじゃないですけどね。まあこうやって毎回ね、画材を変えてるのは楽しんでほしいっていうこともありますけど、僕自身ね、いろんな画材で描いた方が、力にはなると思ってるので、いろいろな画材でこれからもやっていきたいと思います。まあでも鉛筆描いたやろ？で、やたって描いてるやろ？何があるあと。ボールペン描いてるでしょ？で、水性ペンでも描いてるし、他なんかあるかな？アクリル絵の具とかで描く？なんか、キャンバス風なところに。そういうね、ご意見も、くださったら嬉しいかな。まあ、10分に満たらない動画になるので、まあね、そんな細かい、描写できないですけど。まあ、あとは影がついてるようなところを補足して、立体感強めます。この前もね、翔鎮さんの動画見てたら、モチベーションになりますって言ってくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。なんか何回も言うけど、何々の描き方って、動画を紹介してるのは、ほんまになんか、便宜上のことであって、別に皆さんに僕教えるとか、そんなことをね、思ったことないんですよね。ただなんか僕も絵を楽しんでるので、この楽しみを、こう皆さんと分かち合ってね。で、結構絵ってね、離れてしまうとほんまに描けないもんなんですよ。でもお掃除動画を見たら、なんか自分の家片付けたる、なるんと一緒で、人が絵を楽しく描いてる動画を見ると、描きたくなるもんやと思うんですよ。そういうことにね、なんかこう僕の動画が、貢献できてたんやったら、めちゃくちゃこれ嬉しいんですよね。とにかくね、皆さんに絵を描いてほしいんですよ。何でもいいから。こうやってクロッキーでもいいですしね、なんかツイッターの方とかでね、すでに実践してくださってる方もいて、めちゃくちゃ嬉しいですね。なんかそうやって、そういうコミュニティとして、YouTube を活用できたらすごい楽しくないですか？なんかその YouTube ってそういう現代版松下村塾、寺子屋になりうるんじゃないかなっていう気がしてますね。語りが長なった。はい、こんなもんかな。で、ちょっと陰影入れときますね。よいしょ。はい、今日は語りが長なってしまったな。はい、それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお越しやす。はい、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。いつもね、グダグダながら見てくださる皆様のおかげで頑張って配信を続けております。それではまたお越しやす。